はい、今回はですね、このトリリアン解説していきたいと思います。はい、あのベースシンセとしてもかなり有名で、前回オムニスティアもご紹介したと思うんですけども、かなり操作の方似てます。あ、なのでここはオムニのバージョン見てくださいなど若干はしゃるところもあるかもしれません。はい、で最初に音なんですけども、基本一緒でデフォルトをクリックしてこう音を選んでいくっていうタイプになっています。そして、まあ、ベース音源こう専門なので、アコースティックベースとかエレキベースとかこっちの方はすごい充実してますね。そしてシンセの方もですね、めちゃくちゃいいです。やっぱりどれを聞いてもですね、即戦力になるようなものがたくさん入っていると。まあ音聞いてみましょうか。一旦アコースティックっていうことはこれあれですね、ウッドベースになりますね。でプレビューロードしてあげてクリックすると、そうするともう読み込みがだいぶ軽減されて、今音聞いてみましょうかみたいな感じの、もう生ですね。こうウッドベースにもいろいろ種類があって、こうビブラート気味のウッドベースだったりとかっていうのも、ちょっとビブラートかかってるの分かりますか、薄く奏法がそれぞれ変わってたりとかっていうのがこんだけたくさんあるよと。で、これにはですね、ヒューマライズ機能っていうのがあるんですね。アコースティックベースってフレットがなかったりとかして若干こう不安定だったりとかもするじゃないですか、音程。これを少し高めると毎回弾くたびに音程がこうランダムになるんですね。今同じ鍵盤をしてるんですけど変わってますよね。さすがにここまで不安定だと困るということで、若干薄く入れとくと、毎回違ったニュアンスがみたいな感じが出ると、あーより生っぽくなるというか。そうなんですね。ここで、若干入れておくといいかなと。はい、でこの画面なんですけども、今みたいにヒューマライズの他ですね、ピックアップ、このライン取りとマイク取りのこのバランスを組み合わせられたりとか、ノイズってあって、今特にアコースティックベースっていうのはカチッっていうノイズが入ったりとかするんですね。これを外すと上げると若干ノイズの感じ、特にこうカチッって言って終わってますよね。こっちだとカチッって入んなかったりとか、ノイズで生っぽさを出すってこともできますね。はい、でエレキベースですかね。エレキベースもこんなにたくさん種類があると、ポール・マッカートニーみたいなベースだったりとか、ファンクのスラップベースなんかもあります。でこれもちょっとプレビューロードして、じゃあここちょっとその60年代のポール・マッカートニー選んでみましょうか。このあたり、そして、このフルレンジ選びましょう。弾いてみますね。音がいいですね。こういう感じでこうジャンルごとに音が分けられているといった感じ。ピックベースとか、この中にですねハードコアベースとかがもうなかなか良くて、でここから検索かけられますんで、まあ、ハードコアベース欲しかったらこうハードって入れてあげればハードコアが出てくると、クリックしてで弾いてみると、まあ、それっぽい音ですよね、やっぱり。で今プレビューロードかかってます。なのでこう、あ、この音をちょっともう少しよく聞きたいなっていう時はこれ外してあげると本格的に読み込みが始まるという形です。よくなりましたよね音。はい、そういうのが、まあ、基本的なこのプレビューロードとの使い方になりますかね。でシンセベース聞いてみましょうか。まあ、たくさんあって、上が、ここシンセベース、下がシンセモノって言って割とリード向きなものになってます。基本単音ですね。選んでみましょうか。こんな感じのものだったりとか、オムニのですね音色作りで説明したこのグライドが最初から入っていることが多いです。もしこの音で和音で鳴らしたかったら、このソロってやつを取ると和音で鳴ってますよね。ここも結構こう使うんですね。音変えてソロを取ると和音で使えると。
こっちリード系、メロディーを刻むとかに向いてるかなと。で、上がシンセベースって言って、まさにそのまんまですね。シンセベースの音。で、ヴィンテージのシンセベースが結構な割合を占めていて、こういう、ちょっと昔ながらのシンセの、こんな感じが聞けたりとか、ソートでこのレーティング順に並べられるので、レーティングに選んで、こういうシンセだったりとか、みたいなとか、かっこいいですね。はい。オムニでもご紹介した、こっちの方のアタックとか、フィルター、ソロとか、いうので、かなり絞り込みができるかなといった感じになります。エフェクトも一緒になっています。はい。そしてアルペジエーターも付けられるんですね。実はこの辺から選ぶと、でこんな音があると。このアルペジエーター入れちゃえば結局一緒でこんな感じになると。長さも変える。もう普通に即戦力って感じで使えそうですよね。そうですね。はい。詳細はオムニのアルペジエーターを見ていただけたらと思いますね。そういうのが、まあちょっと音を聞いて欲しかったっていうのが一番の趣旨になるんですけども、こんな音で、まあ、特に生系を使いたい方とかにもすごい魅力的な内容なんじゃないかなと思ってます。次回はトリリアン特有のそのキースイッチっていうのがあるんですね。なんかこうブーンっていうスライドだったりとか、あとハンマリングとかプリングオフとか、そういうベースならではの奏法を簡単に再現できる機能がありますので、ここをご紹介したいと思います。というわけで今日はこんな感じにしておきましょうか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。